はい、皆さんこんにちは。今日はね、2023年の6月25日です。で、僕は今ね、グランデールっていう町に向かってるんですけども、何をしに行くかというとね、そのグランデールにはね、大きなすごく綺麗なお墓がありまして、今日6月25日がね、マイケル・ジャクソンの命日なんですね。で、彼はそのお墓に眠ってまして、その毎年ね、命日になると世界中からファンがこう集まってね、アニバーサリー、まあ、この場合追悼集会的な意味なんですけども、アニバーサリーをするんですね。で、今年はね、彼が亡くなって14年、14回忌なんですけども、今ね、僕はその、アニバーサリーに向かっています。で、僕は初めてね、彼の、追悼集会というかアニバーサリーに行ったのが2年前の2021年でした。で、その時は12回忌だったんですけども、まあ、2021年はね、コロナ真っ最中だったんで、まあ、その前、コロナ前はすっごくたくさんのね、ファンが来てたそうなんですけども、21年はすごく少なかったです。それでもね、すごいこう、手作り感のあるというかね、温かい、アニバーサリーだったんですけども、まあ、すごい人は少なかったですね。で、翌年の22年、去年ですね、一昨年よりは増えてましたけども、まあ、それでもまだね、少ない方だったと思います。で、今年23年は、もうほぼ世界的に、コロナが明けてるんでね、まあ、今まで行った2回よりは人が増えてるんじゃないかなと思います。ということでね、今日はマイケル・ジャクソンの14回忌の様子を、ご紹介します。はい、ここです。今年で3回目ですね。でね、さっき言ったみたいに以前の動画ご覧いただいたら分かるんですけども、すごいね、芝生が広がってて、まあ、公園のような墓地ですね。今年はね、その人がおそらく多いだろうと思うので、今ね、午前11時過ぎなんですけども、止めるとこあるかな、ちょっとそれがね、不安ですけどね。もうね、入り口入ったら何分もかからない、1分もかからないうちに到着します。この先なんですけども、車止めれるかな、なんか空いてますね。あ、でももうここから車止まってますね。この先にね、まあ、建物も、あ、人集まってますね。この辺です。じゃあちょっと車止めますね。ほら、人がもう集まってますね。あそこ行ってみます。いろいろありますね。これは日本からのお花ですね。毎年ね、アンジェラックさんが作ってはるお花ですね。すごい立派。まだね、そんなに、人が来てないのかな。まだこういうの、まだ集まりきれてないですね。もっとね、時間がなくなった時間に近づくとね、すごくたくさんの人が来て、こうお花とかね、たくさんこう置いていくんでね、もっとここいっぱいになります。この辺はみんなマイケルのファンですね。リメンバリングマイケル。こうやってね、世界中からね、ファンがお花を持ってきます。フロームイタリー、イタリアからの、イタリアのファンからのお花ですね。 We love you, Michael. From Denmark and Sweden って書いてます。すごい綺麗。これはね、中国のファンかな。あ、そうですね、チャイナって書いてますね。なんか名前ね、みんな漢字やし、英語のコメントもあるけどもね、中国語漢字のコメントもあるんで、中国のファンのものですね。ここにもいろいろお花とか写真とかね、ありますね。この建物の中にね、棺があるそうです。すごいな。 Love from Global MJ グループ、グローバル MJ グループからの愛。すごいな、グローバル MJ グループたくさんある。この辺はみんなね、マイケルに扮した人がたくさんいます。これ若い頃のマイケルですね。たくさんあります。
マイケルが死んだ時間まであと1時間20分ぐらいなんですけども、もっとね増えるかなと思ってたんですけどね、意外に人数増えてないですね。で去年はねもうこの時間帯になったらファンがここでね踊ってたりしたんやけど、まあ、去年もいてたねファンは今年もいてはるんやけどね、特に踊ったりパフォーマンスしたりせずに、なんかこういろんな人と喋って時間過ごしてる感じですね。午前中はねすっごい曇ってたんですけどね、今直射日光強いですかなりで、日陰がね基本的にないんでね、まあちょっとした日陰をこう見つけて休憩してるような感じなんですけど、まあちょっとね人増えてきた感じですかね。前はねこんな感じで、あ、いろいろやっぱりこうマイケルに扮装してる人いろいろ来ます。チャンネル7 ABC7 ね、地元のテレビ局なんですけども取材に来てます。木の葉っぱをねよく見るとね、ほら文字なんです。すごいむちゃくちゃ細かい。で木にねマイケルがこう座ってるっていう絵ですね。細かい場所名と名前ですね。すごい。徐々にね人は、増えてきてます。まあ思ったほどね混雑しているわけではないんですけども、まあ例年というか去年一昨年ぐらいですかね人数は。踊りが始まりました。はい、これからね追悼のイベントが始まります。例年通りねこの前に円になってみんなで黙祷したりね、まあ、追悼します。円になれっていう風に指示が出ました。やっぱりねなんか人が集まると去年よりもちょっと多いのかなっていう感じですね。こんな感じでみんなが円になってます。2時26分になると黙祷が始まります。What did Michael mean to you? Speak up, man. He still means the world. Don't you start crying. That's how much we all love this spirit. Michael Jackson is. Yeah.
なんかね、みんな移動し始めて、まあ、正直何の移動かよく聞き取れなかったんですけども、まあ去年と同じくね、鳩飛ばしたり、あと飛行機もね、どうやら来るみたいです。今ね、僕どこにおるかって言ったらね、さっきおったところのこの建物挟んで反対側、まあ裏側というのかな、にいます。なんかね、みんな近づいてって言ってますね。正直ね、何が起こるのかよくわからないです。まあ、とりあえず何が起こるのか見てみましょう。円になれって言われてます。ここでね、なんかマイケルが自分にとってどういう存在なんかとか、まあどういう意味があったのかとか、なんかそういうのをね、なんか話し合いましょうというか、語り合いましょうというか、そういう会ですね。何を見てるかというと、飛行機が来ました。ピントが合わない。どこだ？Michael! Michael! 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 Michael!